どうも皆さん、ワイルドボンバーは徳島のパンプキンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。さあ本日もね、ドッカンバトルやっていくんですけども、お知らせでですね、予告特別編イベントに新たなステージが登場予定ということで、なんとですね、2年前だったかな、2年前のエイプリルフールのイベントでですね、対決ドッカン武道伝が、実装されまして、この、8ビット悟空っていうんですか、はい、孫悟空ドッカン武道伝ですね。この2つのバトルカードがなんとね、今回の、エイプリルフールにて、ドッカン覚醒が、実装されると。これ嘘じゃないよね。エイプリルフールってこれ嘘ですよとかないですよ。いや、これめっちゃもう楽しみで、いや、嬉しいお知らせ来たなと思いましてね。今回動画ね、撮影してるんですけども、いやー、これね、このね、ドッカン覚醒前の段階でも、ステータスがね、優秀なんですよ。そちらもね、後で見ていくんですが、これね、6周年からインストールされた方って、絶対持ってないはずなんですよ。うん、鍵使って育成しましたよって方は、おられるんでしょうけど、これね、育成してない方、ぜひね、育成していただきたいですね。うん。で、準備期間が3月31日からですよ、ということで、ただ、それだけじゃないんですよ。これっすよ。極限 Z エリアにて、先ほどのこのドッカン武道伝孫悟空とベジータがですね、極限 Z 覚醒ができるっていうんで、いや、これも嘘じゃないよね。嘘じゃないよね。もうここまでお知らせ来とって、いや、嘘ですよはないですよ、運営さんっていうところで。いや、もうこれめっちゃ楽しみだな。いや、これついに来たかと。ついにここまで来たか、運営さんというところで。で、このね、ドッカン覚醒前の、とりあえずこのバトルカード2つ、孫悟空ドッカン武道伝とベジータドッカン武道伝の、ステータスをね、ちょっと見ていきましょう。ちょっと画面切り替えます。はい、この2つですね。とりあえず孫悟空から、見ていくんですが、この2つね、今虹なんですけど、潜在玉持ってなくても虹にすることができます。そうです。イベント専用玉で虹にすることが可能なので、これね、初心者様には、もってこいなバトルカードとなってるんですよ。で、ドッカン覚醒前ですね。孫悟空ドッカン武道伝のステータスなんですけども、必殺技が相手に超特大ダメージ当て4ターンアタック上昇なんですよ。はい。で、リーダースキルが孫悟空の系譜カテゴリーの 44% アップ。リーダースキルは丸×三角の×です、正直。で、パッシブなんですけど、ターン開始時に自身のアタック 88% アップで、必殺技発動時ディフェンス 88% アップ。この段階でもめちゃめちゃ使えるんですよ。ただ、敵の先制攻撃が来るところに、このドッカン武道伝悟空を置いてやると、ちょっとベラボーに食らってしまうんで、2枠目か3枠目ぐらいに置いてやったら、火力も出しますし、ディフェンスもしてくれるということで、はい。これね、ぜひね、作っていただきたいですね、復刻来たら。うん。で、続きまして、ベジータなんですけども、これもベジータの系譜 44% リーダーですね。で、ギャリック砲、相手に超特大ダメージを与え、4ターンディフェンスが上昇。悟空と逆ですね。はい。で、パッシブも悟空と逆で、ターン開始時に自身のディフェンス 88% アップで、必殺技発動時アタック 88% アップなんで、敵の先制攻撃、おるところにこのベジータ置いてやっても、ほない食らうこともないですし、敵の先制攻撃終わったら、ギャリック砲撃ったら火力も増しますよということで、はい、これもめちゃめちゃ使えると思っておりますんでね、ぜひね、これね、本当に何回も口酸っぱく言いますけど、ぜひ作っていただきたい。はい、で、ギャリック砲相手に超特大ダメージで4体ディフェンス上昇ということで、いやー、素晴らしい。で、カテゴリーもね、ふんだんに、ついてます。純粋戦士、ドラゴンボールをもてなし者、悪逆非道、惑星破壊、ベジータの系譜、恐怖の征服、宇宙を渡る戦士。これがベジータですね。で、悟空がですね、純粋サイヤ人、下級戦士、亀仙流、孫悟空の系譜、カメハメハということで、だいぶね、チームも組みやすくなります。この段階でね、いや、素晴らしくないですか。で、ドッカン覚醒も来ますし、極限 Z エリアで極限 Z 覚醒も来ますから、めちゃめちゃもう壊してくるでしょう。というわけで、もう本当にね、楽しみに、皆さん待っときましょうというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。